<laughs> <laughs> さあオンエアが終わりました今日はですね「ZIP!」以外のお仕事についてのこぼれ話たくさん登場しますので皆さんそちらご覧ください「ヒルナンデス」の時はその最初の半年みたいのってどうだったんですか ですか多分あっという間だったと思う、もう覚えてないけど1年目でついたから1年目の最後の日くらいに着いたのねが、うん、もうまず、はあっ、なんちゃんだっていうところからへえへ話始まってて、うん、テレビってみたいなところと<ー>、まあ、いろんな時期のこととか日本の状況とかも含めてあまりにバタバタすぎてもう記憶ないレベルだったと思う。すっっきり始まって半年は、はい 苦しかったかも苦しかった。ああ、またそれは結構その放送の雰囲気も変わったと思いますし、そうだね。時間帯もね少し前になったので、もう話になってくるけど大丈夫。大。大丈夫です。小林さん、はい。昨日昼なんです。ファッションコーデ出てましたね対決で。はい、ありがとうございます。でまさに、あはいまさに昨日の格好であの途中出演させていただいてジップの方にもはいいかがですか。 あの一回立ってもらってもいいですか何ですかその格好確かにその感じなのかな結果で言うと最下位の4位でございますでも頑張ったんですよねいやもう本気で選んだんですよねでもちょっと譲れないところもあって躍動感もそうなんですけれども意外何でしょう桜餅みたいに見えません 見えるですよねなので白じゃなくてやっぱりちょっとこう乾きっていうんですか、うん、とこのピンクの感じで桜感を出そうかなっていうところであ桜感をね桜感を <laughs> その中でもも <laughs> の勝ちコーデだったわけですね勝ちコーデですねでしかも最近の,あの携帯っておっきいじゃないですかスマホ、はい、結構このゆったりめのパンツってポケットがおっきいので、うん、スマホもこう途中で出てしまう心配もないというところで。 ああという声もやはり聞こえます,、ね <laughs> す。共感されて、だから悪くないんですよ。本当ですか？でもデートコーデって、デートコーデって言うとやっぱちょっとダメだったのかな。うん、ちょっとまあなんか不穏な空気が流れてますけれど。<laughs> オリンピックで実況するなんてどれだけの緊張感あるんだろうと思いましたけど一個だけ言って、ねはい、はいろいろ驚いたことがたくさんあって、はい、一番なんかこう驚いたことで言うと、はい、大会4日目に飛び込んできた山下健二郎さんの結婚のニュース。はいはい <laughs> 多分見てくださったんでしょうね箱根駅伝良かったです高校サッカーも毎年目をうるうるさせながら見ています<え>駅伝担当のアナウンサーと高校サッカー担当のアナウンサーで何か過ごし方に違いはありますか私入社から今までずっと高校サッカーですあ,あもうずっとなんですかはいプロだもうもうだから高校生たちの勇姿を見ながら母のような気分ですねもうほんとそうですだんだんもう 私子供が高校サッカー出たらどうなっちゃうんだろうって思うぐらいの感覚で見てますでも、なんか担当校の生徒たちの皆さんはみんな、まあ、変だけどこお,子お子のように <laughs> 自,分<の笑>自分の子供のように <laughs>。わかる なりますね、で,で私たち2人が大間さんと私がえっと箱根駅伝担当しております高校サッカー高校生で、まあ、ちょっと年下じゃないですか大学生たち23歳しか変わらないんですよ。ですよ。な,んなら同い年とかあの駿河台大走った31歳のランナーとかもいたりして本当に同年代の皆さんがこんなに頑張って1年やってきたことをこの1時間にの走りにこう集約させてるっていうのがもう たまらなくって、わかる。なんか胸が熱く、自分走らないのに胸が熱くなる感じは、多分そこは高校サッカーと共通してますよね。なんか新年からさ、こう美しい姿を本当に見てる気がして、んなんかほろって本当に泣けるよね。 高校サッカーの全国大会の決勝の実況お疲れ様でした高校生たちですけれどなんか試合見てると年上かそうなのよ本当にあれって思うんだけどもうねその受け答えとかもちゃんとしすぎててもうねもうほん本当なんだろう先輩みたいな感じで 本当そうなんだよね、箱根の選手の皆さんもそうかもしれないけどさ今日の松木キャプテンの受け答えとか見てても私高校生の時そんなしっかり喋れないし本当に考え方も本当に今回ね、高校サッカーの歴史調べて言いたいこといっぱいあったんだけどね、本当に、その裏側も、高校ラグビーと高校サッカーって期限一緒だったの知ってる お、さすが、よし。喋<う>りたいけど、尺がないので、でぜひまた次回喋らせてください。ではですね、はい、あの、ゴールデン隊の。ゴールデンたいの。さんま御殿。さんま御殿に。にちょ昨日。昨日。出させていただきました。さんまさんを前にすると、うん、こんなにも。はは、喋れない。喋れない。もうずっと反省会をしながら、見てました。うん お笑い芸人さんが多かったので多い回だったので本当にもうなんかさんまさんの店舗に皆さんがついていってどん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 そこで笑いがどかんとかんと起きていく中で私はこうどこで入何の作品出られたんでしたっけ詰め昨日ねちょうど放送された回ですよね。室さんとか 三浦さんとか山田さんとか戸田さんとか、こう、みんないるようなところで。雨いつやみますかねみたいな言いながらかっこいい。はい。<laughs> はい。はい<わ>。あ、この後二三時間もすればやむんじゃないですかね。たら、戸田さんが、え、お天気詳しいんですか。実は私、気象予報士でみたいな。<laughs> う<わ>ドラマの撮影はどうですか。なんか生放送とか。また、他の番組とも。違います。違いますね。<ー>やっぱり。 あの圧倒されますね俳優さんと。へー。なんか何に圧倒されます？なんかやっぱあの映像で見てる分には、うん、結構自然に見えますけど、うん、やっぱりこう結構大げさにやらないと伝わらないみたいなところがあるんで。じゃあ、まうん、実際撮ってる時は結構大きくやって、はい、見るとそれが普通っていう感じ。そう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 ですね。はい、<ー>なんか本当ま宮やす長太郎さんとかも。 共演させていただいたんですけど、うん、本当なんかすごかったです。<laughs> <laughs> <laughs> 有吉反省会のお話聞きたいです。<あ>めちゃくちゃ。ちなみに何を反省されたんでしたっけ?。反省はもう何でも、そのなんか天気の話につなげちゃうとか。<laughs> 一つだけ、えっていうのがあって。お、なでしょう。あのミニマリスト小林さん、ついに傘も <laughs> 持ってないんですか?。 いやこれね本当僕これだけはバラしてほしくなかったというか自分から発言してるんですけどだって、俺の傘予報ってやってそうなんです、ね、俺なら持っていきますって言ってるじゃないですかいやそれ聞いちゃいますいや教えてください <laughs> 本当に傘持ってないんですか持ってないんですよそうえ、なんで持たなくなったんでしたっけなんでかっていうと、はい、てか、なんで持たなくなったのか覚えてないんですけどそれこそ、はい、まあ今レーダーとかあるじゃないですかはい レーダーとか見れば今どこで雨が降っているのかわかりますし、あと自分で予報してるんで雨が降りそうな時は基本出ないんですよ。降りそうなタイミングは。なるほど。え、でもこうジップが終わって会社から出ました。降ってますってなったらどうするんですか。雨が確実に降ってる時間帯は出ないです。あ、なるほど。じゃあえ会社に留まるんですか。留ままってる。留 <laughs> だから結構お昼頃まであのし別の仕事してたりとかもするんですよ。よ会社で雨宿りしてるんです。雨宿りして。<laughs> そう。 北京オリンピック実際現地に行ってみて空港に降り立った時の香り匂いいいいは違いましたたかかなんかこういうの知りでもそれこそ空港も全くこう一般の方と触れ合わないように我々オリンピック関係者だけに区切られた通路しか通れなくてそこの空間がもう本当に壁が真っ白になるくらい消毒液。 がもうされててだからあんまり中国の匂いっていうのが分からなくてむしろ本当に消毒液の手につけるアルコール消毒の匂いが充満してる感じでしたなんかあるじゃないですか空港が例えば韓国だったらちょっと辛いものにおいがして日本だったら味噌の匂いがするみたいな嗅いでみたかったんですけどそれもかなわずお店も一切開いてないんでそういう匂いがなかったなかったですね。そううなんでです消毒液の匂いいととこ 私の私の我らがの2人の後輩が東京マラソン無事完走しましたお疲れ様でしたありがとうございます。改めてどうでしたか？皆さん最後まで諦めずに頑張ってらっしゃって本当すごいなと思ったのが私1回ストレッチとかで止まっちゃうともうなんか走り出せなくてもうまた歩いてしまったりとかだったんですけどランナーの方はも元気に1回ストレッチ伸びた行こうみたいな感じで元気に走ってらっしゃってもうそういう姿を見て。 なんかあと折り返して来られるランナーの方とかを見て、うん、もう元気をもらいながら走りましたね。そっか。マコト君はどうでしたか。私はねその最後頑張れたのはやっぱこれ紹介したくて <laughs> 誠実に走れジップというハチマキありまして。何それ。いなそれじゃないんですよ。<laughs> 自分の筆跡覚えてますよねこれ。ちょっと書いてくれたじゃないですか。はい、す素敵。 いやいや今度は次が次さん <laughs> え, <laughs> え一緒に走ってくれたのそれ本当に。最後にこれ私40キロを超えた時点で巻いたんですよ。<laughs> 最初はやっぱりベアとかまあアスカちゃんに選んでもらって走ったんですけど、最後の最後はやっぱり気合い入れようと思って、うんうん、もう三浦先輩が変えてくれた八巻きを手首に巻いて残りの2キロ。だから私残りの2キロペース上がったんですよ。えー、最後。八巻に走らされた？いやいや背中を押してもらって。<laughs> 走れました。はあ、ありがとうございます、先輩。うん、あのもし怪我したら止血に使ってもらえるかな <laughs> と思って。<う> <laughs> とてもそこから出血したら。しよかった怪我もなく。そうですね。うんうん、これが血に染まることなく。良かったよ。走れたのでよかったです。え、どいやー、いろんな話ありましたね。東京マラソンからもう三週間ちょっと経ちましたけど、あのまださすがにもう一回42.195キロ走りたいなっていう気持ちには。 慣れてはいないいんですがいつかどこかで「ブフォ4ぜひまた挑戦できたらいいなと思ったり思わなかったりというところで皆さん今日もいいねと思った方グッドボタン <laughs> そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは今日も一緒にジップ